はい、オーガニック。こちら、ちょっと食べかけなんですけど、マルゴさんのバンズです。食べちゃいました。これビーガンホイップでね。はい、ビーガンホイップで、このクリームが、ココナッツミルク、メープルシロップ、バニラエキストラクト、タピオカ粉、あとシナモン。だからこう完全にビーガンのホイップクリームですね。はい、こっちが普通のバナナ、こっちもバナナ入ってるんだけど、こっちがピーナッツバター入ってるやつですね。で、こっちすいません、ちょっと食べかけなんですけど、これがいちご。この3種類あります。すいません、またこれの飲みかけなんですけど、ピーナッツバタースムージーです。はい、めちゃめちゃ美味しい。あ、これは、マルゴデリエビスさんっていうところのやつです。いただきます。激うまオーガニック、めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです。これやばい。隣にゆりさんと、あ、はい、あれでも有名な方だからあんまり言わない方がいい。そうなんです、ね、残っちゃうもんね、残っちゃうもん。いちごと、僕の食べる順番としてはいちご食べてから普通のバナナ行ってピーナッツバターで、甘さね。このクリームがめちゃめちゃ美味しいです、これ。うまっ。激うまオーガニック。またニキビできちゃう。おいしい。これマジで美味しい。見てくれてるよ。隣に、隣にいるの。めちゃめちゃ美味しい。お待たせしました。僕は恵比寿にあるの。マルゴデリ恵比寿さん。すごい。めちゃめちゃ美味しい。うん。僕はあんまりこういうの本当食べないですよ。それ食べたくなっちゃうほど美味しいです、これ。このクリームがすごいですよ、クリームが。これ。これです。これ。これと、これと、あともう一個。どっか、あ、これだ。これとこれを頼んだんですよ。この、3つ。いちごはね、やっぱちょっと酸味があって、クリームはそんなに甘ったるい感じじゃないですけど、いちごのこの酸味とクリームの自然な甘さがすごいマッチングしてます。で、なんかバンズもね、すごい美味しいんですよ。で、こっちはのバナナ、バナナの、こっちもいただきたいと思います。はい、うん、やば。めっちゃめちゃめちゃめちゃ美味しい。インスタライブの方後でコメント答えるんで、ちょっと待ってください。めちゃめちゃ美味しいです。やばいです。でも本当ね、このクリームが美味しいんですよ。クリームが。うん。でもなんか、なんだろう。
ってることすごいわかる。幸せ。見る視点とか、言ってること、全く同じ感じ。めちゃめちゃ美味しい。だからね、本当にみんながやばいですこれ。3種類あるんで、ぜひね、私はお好みのやつ、ぜひ食べてください。今は思ってないけど、あのワインのボトルとあの木の背の高さ一緒だよなって考えてる。どういう感じ？そういう感じ。みんながあっち見てるの、自分がこっち見てるの。美味しい。なんかそういう例え話もカフェピーナッツバナナスムージー。合う。めっちゃ合う。合います。うん。バナナとの相性も抜群。すみません、食べ方不安で。でもバンズとこのクリームのバランスもすごくとてもいいです。めっちゃ美味しいです。これ三角なんだね。三角なんだ。例えばバンズに、うん、なんかデザートバーガーってあんまないですけど、本当にデザートバーガーこれはすごい非常に美味しい。じゃあそのそんな感じ。バナナがしっかり入ってますね。うん、人が変わるしよ。バナナめっちゃ出てちょっと気持ち悪いんですが、ちょっとクリームが残ってるのすごい。これもまた最後まで美味しい。非常に美味しいです。はい。やばいこれ。そして最後。ピーナッツバターサンド。ピーナッツバターバターサンド。丸に超えた。これは甘さで言ったらこれが一番甘い。あ、これはホイップじゃなかった。ベベ、それ大丈夫か。ピーナッツバターも美味しいと思います。やっぱりホイップ入ってると思った。これにホイップ追加したらめっちゃうまそう。今ちょっと食べ過ぎた。ああ、そうそうそう、うん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 、おいしい。これはもう間違いないです。ピーナッツバターとバナナ。うわ、これにクリーム欲しいわ。これにクリーム欲しい。合う、合います。
さすがに食べ過ぎた。もうこのようにすぐ10分の動画になっちゃいましたけど、まあ、めちゃめちゃ美味しいので、まるごとエビフさんで、ぜひ試してみましょう。他でもホイップクリームの、バナナサンドといちごサンド、おすすめなのは、ビーガンです、全部。ぜひ試してみてください。じゃあ、もぐもぐオーガニックでした。バイバイ。